サッカーノルウェー代表は、ノルウェーサッカー協会により編成される、ノルウェーのサッカーのナショナルチームである。ノルウェー代表として、初の国際試合は、1908年7月12日に、ヨーテボリでスウェーデンとの間で行われた。オリンピックでは1924年のアントワープ大会でベスト8、1936年のベルリン大会では開催国のドイツを下して、 準決勝進出。準決勝では優勝国のイタリアに敗れたが、3位決定戦ではポーランドを下し銅メダルを獲得した。ワールドカップにも2年後の1938年のフランス大会に出場を果たしたが、第二次世界大戦の影響により1939年10月22日のデンマーク戦を最後に国際試合は中断された。戦後に、 国際舞台への復帰を果たすが、ワールドカップや UEFA 欧州選手権では予選敗退が続くなど長きにわたって低迷が続いた。1990年にエギル・オルセンが監督に就任。オルセンに率いられた代表チームは1994年、1998年と2大会連続でワールドカップに出場を果たした。アメリカ大会の予選では、 競合のイングランドとオランダを退けて1位で本大会出場を果たし、フランス大会では一時、リーグ最終戦でブラジルを2-1で下すバンクルワセを演じ、初めて決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメント1回戦では、イタリアと対戦したが、0から1で敗れた。ユーロ2戦と続けて出場を果たしたが、日韓 W 杯予選では、 初戦から8試合連続で勝ち星を挙げられず敗退。ユーロ2004ではプレーオフ出場を果たすがスペインに完敗。ドイツ W 杯ではプレーオフでチェコに敗れ去った。また、ユーロ2008の予選ではホームのトルコ戦に勝てば出場が決まるところ、逆転負けを喫し敗退。さらには南アフリカ W 杯予選でも9組2位に入りながら、 プレーオフ枠から外れるなど、メジャー大会への出場権を逃し続けている。ユーロ2012の予選ではポルトガルなどを破り開幕、3連勝を果たしたものの、そのポルトガルと勝ち点で並びながらの敗退となった。2014ブラジルワールドカップの予選では、トップシードとなりながら4位で敗退。ユーロ2016予選は、プレーオフで、ハンガリーに敗れた。 ロシア W 杯予選でも敗退するなど低迷が続いている。しかし、1998年のワールドカップや1997年5月30日に行われた親善試合において4から2で勝利を収めるなど、ブラジルとの相性が良い。これは、長身の肉体派選手をブラジルが伝統的に苦手としているためとも言われている。ありがとうございます。